Dick Fry versus Willie Peters. はい、人気者同士の対戦ですね。これ事実上のリングスオランダ最強決定戦と言ってもいいと思うんですよね、はい。まあ、技は僕は僕大好きな選手なんですけども、ウィリー・ピーターズの方が上だと思うんですよ。そうですか。パワーではフライですね、はい。まあ、両者ともそのベースはキックボクシングです。早く引きつかローリングスマット飛んでいきました。ウィリー・ピーターズが2人ともね、今言われたように荒いですよね。ボディーブローから左のローキックを放ちました。ビッグフライ状態を揺らします。両方とも立ち技は本当にうまいですからね、はい。ウエイトで言いますと2プラスぐらいビッグフライのがウエイトですね。そうですね。スーパーフライ、ヘビー級ということになります。フライ、はい、その辺が影響してくるでしょうね、はい。はい、この投げというのはもう本バランス感覚が素晴らしくないとできないんですよね。そうですね。それにもあれだけ首を押さえられてですね、投げられたらですねちょっと危険ですけどもね、はい。札幌でもこの投げを再三見せましたウィリー・ピーターズ。後ろ回し蹴りちょっと不十分ですけどね、はい。今のは軽かったような感じになりました。見えなかったですね、あーとボディーブロー前蹴りです。その足を取りました。さあ、サブミッションも非常に素晴らしいものを持っています。ビッグフライ、しかしロープ際です。谷川さん、最初はキックしかできなかったフライですが、そうですね、試合を重ねることにだんだんとグラウンドもね、そうですね、上手くなってきましたね。毎回ライン数ダメに違いますね、今のはガードしていました。この左のハイキックが見えないみたいですね、フライに。ピータースですね。いや、フライの今さ放った、キックがピーターズにとってちょっと近くに行から入ってくるんでしょうか。これでダウンが1回になりました。すさまじいボディへの攻撃でした。ピーターズですね、ウェイトの重い選手に対してですね、まっすぐ入っていけませんね。さあ、前から首を掴んでいます。首を抱え込もう。いや、肩に入りました。これ裏返されたら手取られました、はい。逆十字正式に入るか、正式に入るか。さあ、回転していけるウィリー・ピーターズ。まだ入っている。危ないですね。このまま抑え込む。ロープ際です。これはロープ際です。フライ選手関節が重くなりましたね。重いですね。これでロープエスケープ2となりました。スピーディーです、やられてもすぐ立ち上がっていいですね、はい。今のバック回し蹴りでもですね、はい、ソバット分かりますか、はい、ソバットすぐ蹴った方がいいですね。なるほど。回して蹴るよりも、はい。フライはですね、唯一欠点としてですね、投げ打った世間突き、はい、投げて、そしてこのパンチ、この波状攻撃、ピーターズ失骨頂です。さあ、フライはこれをどう受けるか。投げました。ピーターズ頑張ってますね。頑張ります。あ、もっとエキサイティングしろというピーターズ。お客さんを沸かせます。フライは、ね、はボディが強くないんですよ、はい。ですから先ほどの脇腹のキックにしてもですね、あれでダウンを奪われてますね、はい。ですからソバット系統に蹴るなりですね、ボディ攻撃に集中した方がいいですね。なるほど。ウィリピーです。パンチも得意ですからね。投げた、いい感じの投げです。さあ、
四つん這い、四つん這いにならなきゃダメですね、はい、すぐに。その通りになりました。おっと、今度は体勢を入れ替えるか。おっと、キックで打った。そしてボディだ、ボディだ。これは足を掴んで逃げます。タックルに行く。投げ捨てました。今日ですね、ウィリー・ピーターセンのちょっと風気味だって聞いてたんですよ。その辺全然見えないですね。見えませんね。はい、引く。これは先ほど食いましたからガードします。先ほどはこの体勢から投げを打ちました。リップフライ。同じようにピータースもこの体勢から投げることができます。両者非常に似た体を持っている。さあ、倒したのはフライです。上になりました。体重の差がかなり効いてきますね。出るんですかね。公式計量の結果ですね、フライの方が 114.2 キロ、一方のピータースの方ですが、およそまあ90キロぐらいですから、かなり その体重差はあります。上から締めていますね。締めていますね。フライ。さあ、体勢が変わりました。どうでしょう。天井のカメラから映していますが、入ってますね。これで完全に入っていますか。いい全身のバネをしています。あれだけ決められていてバネで逃げました。ロープエスケープを重ねたピータースがダウン2回となりました。なんかウィリー・ピータース野生の本能という感じですね、逃げ方が。そうですね。パンチを打ち込みます。ウィリー・ピータース、このパンチどんどん打ってほしいですね、はい、ピータースは空手もやっています。キックボクシング、それからアマチュアレスリング。投げた。これはチャレンジングところでしょう。沸かせます。おっと、これから、金的に入りましたね。金的はいけません。アクシデントにより一位中断いたします。本部的にアクシデントを取りました。今下から蹴り上げたリックフライのキックがちょうど急所に入ったようです。しかし表情的には再開します。キックはないようです。再開されました。両方ともいい選手ですね。盛り上がります。アリアクコロシアム、ボディブロー、そうですね、インナッパー、ピータース。そしてフライはダウン2となっています。
谷川選手は次のダウンがファイナルダウンです。あと1回ダウンしますと TKO 負けということになります。ピーターズここまで TKO KO 勝ちですぐに勝ってきました。